ゆりにゃん、ぴょん、まゆりゃん、みんな、ダイアロー。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。あ、勝った人か。ダイアログ3プランボリューム5始まりました。イエーイ。3人いればそれぞれに違うプラン3プランがあるはずということで、皆さんからいただいたお題をもとにそれぞれの意見や考え方を自由にトークしていこうという番組です。はい、今回も本当にたくさんコメントいただきました。ありがとう、ありがとうございます。もう第5回までやっているんですけど、ちなみにスリプラはまだ試作番組だそうで、これも好評だったら今後続けていくそうです。 SNS やコメント欄でぜひたくさんリアクションお願いします。よし、え、2回目、2回目、あ、みんな2回目、うん、そうなんだ。そっかそっか。なんかさ、ゆりにゃん、きょん、まゆりゃんって聞き慣れなすぎてさ、そうそうそう、順番おかしすぎてさ、なんか合ってるよねって思っちゃった思った、確かに。ということで、早速メールみたいなね、たくさんお題いただいてるので紹介しながらそれぞれ話していきたいと思います。はい、今回もおやつ持ってきた。今日ここに全部入ってるちょっと、出すからちゃんと言って分かった。てれれれってれゆかりせんべい。これあのカメラ回ってるからじゃなくて、さっきやってるんですよ。2回目これも言ってほしい。てれれれってれサクサクにいい。何でもやってくれる。じゃあやりましょう、やりましょうやりましょうやりましょう。まずログっ子ネームマキさん、はい、マキさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ライブやボックスの時の髪型はいつ決めていますか、うん、またこだわりなどはありますか。髪型でしょライブの時はこの間は前日に前日にLINE した。そうだね、早めに決める時もあればみたいな感じだよね。なんか新衣装ができた時、うんうん、最初のライブとかってさ、もう衣装合わせの時からちょっとそうだそうだ、めっちゃ考える、ね、この衣装は巻かない方がいいかなとかね、うんうん、すごい考えたりとかして、うんうん、衣装によって結構あるよね。変わるね。とか、まあ、意外とみんな被らないようにしがち、うん、だよね、一応ね、うん、でも私これやりたいですとか言って LINE でみんなでね、飲みたりとかして、うんうん、でもすぐさ、髪の長さ違うからいいでしょうとか言っちゃう、うん、そうそう、うん、同じ髪型でも巻くか巻かないかとか、うんうん、髪の長さで違うから、うん、まあ被ってることもあり、うん、最近は、うんうんうん、ある、うんうんうん、こだわりだって。でもさ、ライブかボックスって言ったらさ、ライブでできない髪型ボックスでしがちじゃない、うん、めっちゃやる、なる、そうだよね。なんかライブはね、なんか汗やばいじゃん、違ってだからあのおろしとかはボックスの方が多いかもしれない。ライブでこうおろす日はかなり覚悟決めて、うんうん、メイクさんとめっちゃ相談してやってる。そうそうそう、やるよね、うん、え、おろすみたいな、そういつもやる、え、え、行くみたいなめっちゃ言う。そうそう、ゆうな全然おろさないよね。ゆうなおろさない、おろさない、すごいからさ、もう伝ってくるのよ、基本全部、うん、全部が伝って、なんか巻きも取れちゃうし、うん、っていう感じになっちゃうから、あげることもある。この S 字カーブがね、そう、これも全部なくなっちゃう、なくなっちゃう、こんなに可愛くしてもらってんの、そう、私の巻きも取れちゃうしね、うん、個人のこだわりとしては今日はでもなんか首がちょっと短めだから、うん、上げたりとかここに髪の毛がない方が小顔に見えるっていうこだわりがある。へ、うん、え、私でも特に何もないんだけどこだわりなんかさ、自分だと全然わかんないんだけど、あ、でも最近そうだ、ウルフにしたんですよ、うん、ウルフめっちゃ可愛い。その時に私調べたの、結構さ、うん、面長な方だから顔が、でなんかそのロングってさ、さらになると見えるじゃん、めっちゃ見えるよね、見えるよね、バランスとかね大事だよね。なんかウルフはここがなんかちょっと膨らみ横に行くから、うんうんうん、縦長は気にならなくなるらしくて、うん、なるほどね、それをねやってみたら、もうがっつりでは入ってないんだけど、うんうん、ちょっとだけどんどん増やしていく予定なんですけど、
ちょっとやってみたら、この間のライブの時にさっぴになんかあれすごい縦に見えなくなってる、うん、言われて、うん、マジ、そう、私のちゃんとウルフ効果出てるのがすっごい嬉しかった、うん、いいじゃん、うん、ウルフか、うん、ウルフか、これいいよね、おしゃれだもん、嬉しい、何が、うん、この間のライブ、うん、ツアーの、うん、フィフスアニバーサリーツアーの、うん、この時のダンスでこの髪を揺らしたいとか、あ、前になんかさ、なんかの曲の後に一人ずつソロダンスやるところあったじゃん、一人一人違うダンスの、あやふわだ、あやふわストリップの後に、そうそう、そう、きょんちゃんのダンスわかる、でででで、こうやってでしょ、あの時にここは髪を揺らしてほしいみたいなリクエストがたまにかなみ先生からあって、はいはいはい、その時はできるだけ髪が揺れる、うん、なんかハーフポニーが一番揺れやすいんだけど、うんうん、そういう髪型にしたり、ギリギリなんか下ろし気味にしたり、こういう回しはツインは動くんだけど、うん、こういう動かしはなんか縦に髪がないと動かないからとか考える時もあるかも、やばい、何も考えてないそういう原理わかんない、でもなんかあの韓国アイドルさんとかがさ、何の髪型してたのさ、こうかかった、うん、顔にかかった髪の毛を綺麗にそう動きでどかすみたいなのすごいね、すごいなと思って、確かに、綺麗になるね、こんな感じ、こんな感じですかね、はい、ロゼミスさんからいただきました、ありがとうございます、もし某31種類あるアイスクリームのお店からメンバー一人一人のアイス、過去チョコミントとオレンジシャーベットみたいなアイスの種類の組み合わせとネーミングができるコラボ依頼が来たら3人はどんなものにしますか、うん、といただきました、ありがとうございます、うん、他に某31種類あるアイスクリームのお店、わかります、わかります、わかります、そこで一番好きな味はわかる、今日はキャラメルリボンなんです、マジカルミントナイト、え、いつの期間限定なんですか、そうだよね、4年に一度来るか来ないかのアイス、えハロウィンの時期にあるかもしれない、変な色のやつだ、なんか黒になんかミントの水色とパチパチパチキャンディーが入ってるやつ、あれがいきます、最近はチョコミントかな、えチョコミント、マユチョコミント、チョコミントでしょ、チョコミント、少数派だから大丈夫、チョコミントは少数派が声を高らかに言ってるだけだから大丈夫、大きな力じゃないチョコミントは大好き、最近ソルベもよく食べる、うん、そうだよね、なんか暑くなってきたからソルベも食べる、うん、私ソルベ派じゃないんだよね、実はちょっと最近ちょっとね最近、え、3個とかさ乗せて食べない、ああ、いやいやいや、1種類ソルベにしちゃうんだよね、わかるよ、1個違うのにし、1個ソルベにする、抜けのソルベだった今まで、いいよ、うん、え、なんかさ、ラムネみたいな味があったら食べる、え、食べる、ローズじゃなくて食べる、なんか昔あったよね、あったかったんだけど、うん、ラムネにバニラちょっと入ってるみたいななかった、え、多分あったと思う、あったよね、大好きめっちゃ、ラムネのやつ大好きだった、あったよね、美味しかったんだ、え、コラボしたの、コラボ、これ一人ずつ出るってことでしょ、だって麺からにしないとダメなのかな、なんか、だってチョコミント無理じゃん、抹茶しかないじゃん、ピスタチオとか、あ、それかなんだっけ、メロンのやつあったっけ、あ、メロンあるとき、メロン、マスクメロンだ、そうだそうだ、いい、色関係なしか、関係なしにしよう、関係なし、でも今の時期的になんか調べよう、マンゴーとか、私マンゴー大好きだから、あ、マンゴーいいね、うん、どこでプロレスの、あの、毒切りってのあるんですよ、プシャってこう出すやつがあって、それイメージみたいな、美味しそう、新作、新作めっちゃいいんですよ、トリプルチョコレートブレイク、まだ、あれだよ、もう出てる、チョコのやつ、キットカットのやつ、そう、そうだよね、そうだよね、キットカットのさ、すごい美味しそうだよね、めっちゃ美味しいよね、食べて食べて
ってみんな。そう、最近そのキャンディーアップルっていうやつが結構おすすめで今日も。そうなの？そう、あの飴が入ってるリンゴ飴。やばー。そう、リンゴ飴を散らしてあって、それがめちゃくちゃ美味しい。そう、そういうの可能なんだもんね。そう、そういうのもできるから。え、眉毛グミ入れたりする？やばっ。でも実際なんかありましたよね、グミ系。確かグミ系そうじゃない？キャンディーマンデー？うん、知らない。次リンゴシャーベット食べてる。え？どうしよう。なんだろうな。一番甘いチョコのやつはさ、何なんだ？ロッキーロードの方が甘いのかな？ロッキーロード？マシュマロ入ってるやつ。あ、はいはいはい、マシュマロいいね。めっちゃ甘いやつにさ、やっぱチョコミントさ美味しいんだけどさ、チョコミントのアイス要素ともうちょっとチョコ要素も欲しい時があるのね。なるほどね。ただ味の割合でチョコが多いんじゃなくて、物量としてチョコが欲しいの。はいはいはい。味としてチョコをあげちゃうとミントが下がっちゃうから、うん、だからチョコミントとめっちゃ甘いチョコのアイスミックスさせて食べたいな。全然ビールだな。甘いやつか。なんか昔食べてたやつなくなっちゃってさ、ね、好きだったの。なんだっけ、チョコレートだっけ。あ、なくなったの。ちっちゃい。え、これないの。え、だってないよ今メニューに。あると思って見てたけど大好きだったのにさ、それ好き。だってないんだよ。ないの。あ、あった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 チョコレートとミント合わせたい。うーん、いや、え、黒いアイスはできない。できるでしょ。真っ黒のアイス。真っ黒に、その緑の線が入って、うん、何味がいいんだろう。今日チョコ好きなんだけど、チョコ味に緑が何だろうな。で、緑もチョコでいいんだよ。あ、そうか、うん、色だ。緑色のやつが、でもそれ毒切りでで、入ってて、あのパチパチを入れる。あ、いいね、いいね。最強。パチパチ入れる。マンゴー系入れたい。あの、なんかマンゴーらしい系のさ、ヨーグルトとかさ、美味しそう。めっちゃ絶対ありそうだけど、過去に美味しそう。ありそうだけど、そっち系、うん、食べたいな。いいね。食べたいな。当てた。最近リハ中に入りました。うち山の癖でこのさ、なんかね、夜間が食べたんラムネを、うんうんうん、そしたらユリニャが隣で、やかん、それ、美味しそうだねって言って食べるとか言って、その場にいた誰かが、ほらみたいな、ユリニャってこうやって、こうやって作ってる、いつもとか言って、やっぱり上手だねってなって、だからそうやってやればいいんだそうなって、その日ずっと、そうそう、私たちにさ、こうケータリングの、ね、お菓子をすごいいっぱいくれて、うんうん、どうぞ食べてっていう状態だったのにもかかわらず、それ、美味しそうだねみんなで言ってた。かわいい方法を生み出しちゃったんですよ。面白い、ね、でもなんかやりたいね、そのコラボとかね。全然やりたい。めっちゃやりたい。アイスじゃなくてもやりたい。やりたい、ね、うん、やりたい。めっちゃやりたいかも。カフェとかやってほしい。コラボカフェやりたくない。またね、やりたい、やりたい。楽しいんだから。やろうよ。次、りょうくんさんからいただきました。ありがとうございます。メンバーカラーを入れ替えるなら誰の色がいい。こで今ある色の中からってことね、うん、今いる人の中から、うん、チェンジだから。今日は決まってる。好きな色とかじゃなくてね、うん、自分に合うで、うん、ねえ。え、なんだろう。私今日予想つかないよ。本当？うん。予想つかない。待って、薄ピンク、黄色。黄色なさそうだから。黄色に合わなそうじゃないの。緑、青、うん。紫じゃない？紫好きだけどね。色としては好きだ。あ、違う。もう色なんだ。今答え言っちゃったよね。うん、違う。言っちゃった。好きな色は、うん、ユリニャ。でも8人いて自分がその色になるかって言われたら、うん、ちょっと変えてみて、紫にしようかな。今日は水色。水色だと思ったな。水色。なんかよくわかんない、自分のパーソナルカラー
よく分かってないんだけど、うんうんうん、なんか青背景とか青いお洋服を着た時の顔色がすごくよくって、うん、もしかしたら青が似合うのかもって思ったから。で私水色の特権得てて、うん、水色の服着るとめっちゃ綺麗に見える。めっちゃ綺麗に見える。そうそうそう、そうそうそう。でも不利なこともあって、あの照明をさ、自分の色の照明を浴びて写真撮ったりするじゃん、顔の色全部なくなるの。そうだよね、結局がね。確かに、みんなで照明写真撮った時に私だけチークめっちゃ濃いみたいな、うん、なったりする。そうあるからね、そういうのも、うん、え、どうしよう。でも黄色がいいな。好きな色だね。いや、黄色、うん、なんか好きな色をイメージの色になりたい。うん、自分がね、そう、なんかやっぱ見たいんだ、それに。薄ピンクのイメージしかないから、うん、黄色着てるんですねみたいな感じに言われるのが悲しかったりする。悲しいってさ、悲しかったりする。泣いてる。悲しいってさ、黄色大好き。でも黄色の服ってあんまないじゃん。ないね。なんかくすんだ黄色とかしかないから、うん、マスタード色みたいな。そういうのじゃないんだよな、求めてるなと思って。でも分かる分かる、ねね、あるよね、そういうの分かる、ある、うん、うんうん。チェンジじゃなかったらさ、何色カラーがいい？あるんだ、私。うわー、むず。今、あ、そっか、なんでもいい。なんでもいい？ある？まず黒と白いるかっていう。すいません、白。あ、白？え、でも黒と白はね、めっちゃいい。白いいよね、うん、本当から白になった。黒やりたいけどな。黒やりたいけど色なんだったら、色なんだったら、色なんだったら赤か、うん。え、人数多めで考えてる、少なめで考えてる。いや、多めで考えてる。多めで考えてる。ありがとう、ありがとう。赤か、紫か、うん。色なんだろうと思ってさ、透明って思ったけど衣装全部透明。キラキラになるんだ。ラメでラメで、ね、全部ダメ。だからシルバーとかぶっちゃう。え、シルバーもいい。シルバー良くない？え、ゴールドシルバーとかあるよ。シルバーいいな。シルバーいいね。うん。シルバー。ありかもめっちゃ。イリス先端にシルバーポリティ。うん。何でもいいって言ったら白色わかんないんですよ。白いいと思うよ、うん、白いそう。でもなんか衣装のさ、色どんな感じになるか想像して決めるの楽しいから。ワインレッドとかだったら黒と赤メインでしょ。あ、めっちゃかっこよくない？めっちゃいいね。そうなんだよね、赤黒もよくて、うん、赤紫の黒紫かもよくって、うんうん、黒と合わせると可愛いのが好き。ね、わかるわかる。黒青もいい。いいね。いいね。これはなんか、ま、わっちゃん、提案してみて。透明やな。透明で。やばいっしょ。シルバー、白透明のやつ。いけますかね。おもろい、おもろい。次。え、これいい？あ、いいよ、いいよ。紙面ゴールドさん。もし声優になっていなかったとしたらどんな仕事をしていたと思いますか？か、ちょっとだけさっきさ、うん、チラッと喋ったんだけど一緒なんだけど。あ、そう。え、ちっちゃい頃そう書いてた。え、そうだよ。看護師。看護師って書いてた、幼稚園のやつとか。で、ね、ずっとちっちゃい頃から夢看護師って書いてて、書いてた。だからなんか職業体験とかなかった学校で。でもね、病院がなかった。あ、そうなんだ。病院があったのよ、教科は。でも絶対病院と思って病院選んで、うん、体験に行かせてもらって。じゃ結構スパルタで担当してくれる人が、うんうん、めちゃめちゃ普通にいろいろやらせてくれたの。だから結構大変だなって思ったの、その時。そのくらいやらせてもらってすごく大変な仕事だって思ったけど、うん、声優じゃなかったら多分いまだにそうかもしれない。うん、え、二人はさ、うん、何歳からここに、この業界にいるの？小6。芸能？芸能？小6。小6？ 高1。高1かも。13の頃に学校入ろうと思って。
なる。でもなりたかったのもうちょっと前から。小学生くらい。なんとなく。じゃあ昔のそのさ夢だったのは小6以下の時とか。うん。幼稚園。幼稚園とか。そうなんだ。書いてた。面白い。確かに幼稚園で私ケーキ屋さんって書いてた。いたよね、いたでしょ、いたでしょ。お花屋さん、お花屋さん、ケーキ屋さん。ちょっと変わったの書いてるのがなんかあのトリマーさん。ああ、え？もう幼稚園で、うん、っていう人がいて。幼稚園いなかった。ヒーロー、ヒーローとか言ってる、ヒーロー。ヒーロー、あ、そっか、ヒーロー、プリキュア、うん、そう、プリキュアとか、プリキュアいた、いたよね、いたいた、へぇ、いたんだよね、すごい、トリマーいいね、うん、トリマーのこいつ、すごいな、こいつみたいな、こいつすげえよな、レベル高い、うん、幼稚園で、団子屋さんとかだったの、みんな、え、団子屋さんも結構じゃない団子を選んだのか聞きたい。とりあえず食べ物をさ、なんかなんとか屋さんを食べ物。そうだね、ケーキ屋さんもそうだけど、そう、ね、書いたりしてた。いいな。確かに対お客さんのさ職業しかあまり出会わないじゃん。うんうんうん、うんうん、ちっちゃい頃って。そうだね。難しい。うん。私え、でも何になりたかったかわかんない。結構割となんか、え、でもさ、決まんない時あったじゃん、なんか、うん、その時になんかちょっと周りに合わせてみんななんか何書くのかなみたいな感じでちょっと合わせた時あったかもしれない。わかる、私それでケーキ屋さんそうだよね、うん、もうなんか適当に書いてケーキ屋さんで、でもなんか小2とかからもうタレントとか書いてた。え、ちゃんとしてる。タレント、うん、芸能人とか言って書いてた。へ、そう。え、でもその時は分かんないけど今思うとしたら、え、全然なんか普通にインフルエンサーとかやりたい。うーん、なんかニコニコ動画が流行った時代めっちゃやりたかったの私、うん、ただ今日ニコチューだったの。ニコチューだったよ。ニコチューだったの、うん、めっちゃニコチューで写真を見てて思ったことある。ある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 。私実は一回何者かになりたくて、とりあえずそう
超有名な人のさ男装コスプレをして、でも女の子にはぁーとか言って言われて、マジ？やったことある。そうなんだ、うん、へぇ。今日はでもなんかやっぱウィッグをかぶらないとなれないんだって思ってたんだけど、ちょっと手出せなかったから黒髪のままできるキャラとか探してちょっとやったりしてたかも。みんなやってんだ。やってんだよ、みんなやってんだ。そうそう、ちょっとそういう格好してなんかコミケ遊び行ったりしてた。すごい、面白いね。なんか写真撮ってくださいとかさ言われたりするの面白くないよね。ヤバ時代じゃん。ヤバ時代の話じゃん。ヤバ時代の話しちゃったな。いやでも聞けてよかったんじゃないですか皆さん。 その時代の話いっぱいありますからね、うん、いっぱいある。思い出せばいっぱいある。いっぱいあるよ、本当にある。これ今話しました葵さんのここにいる他のメンバーがまだ知らないかもしれない自分にまつわるエピソードはさっき言いました。あ、確かに話しましたよ。話しました、今、うん、あ、ラストだ。短めのやつ、短めのやつ。なんか趣味共有しようよ、普通にお知らせで。あ、いいよ、いいよ、いいよ。YouTube チャンネルね。見川木若さん、ありがとうございます。ありがとうございます。最近よく見る YouTube チャンネルはありますか？ちょっと、ジェラードンは今日見るんですよ。なんか、うん、やっぱ芸人さんの YouTube をすごい見てて、ジェラードンとかチョコプラさん、かまいたちさん、うんうんうん、あとリンゴとか見ててっていうのはでも結構話してて、うん、多分言ってないのが最近見てるのは ラランドさん、うん、もう面白くてめっちゃ見てる、うん、見始めた。何見てるかな、何見てる。でも大食いは結構言ったことがあって、あ、大食いね、うんうん、コスメ系も言ってるし、うんうん、コスメ系とかはもう普通に見てるよ。動物系も言ってるのかな。言ってます。動物、釣り、昆虫、なんかそこら辺で虫捕まえてきて食べるみたいな動画とか。どんな動画食べてるの。え、何言ってるの。やりたいよ。やだやばい、やばいやばいやばいやだやだ。ユニは見れないけど人生で一回だけ本当に最近のあのザリガニ釣りしてみたくて。やりたい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 。行こうよ、釣りたい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 。最近そういうのばっかり見てるか。あとはたまに更新される好きなやつはオールマイティラボさん。何、どういう系。なんかね、動物の紹介をするの。なんかこういう動物は本当になんかすぐ忘れちゃって、うん、自分の仲間だった人たちも、うん、違う群れとこうやって合体してバーってなったら自分の仲間が誰か分からなくなるとか。おう、特徴的な、そう、特徴的なやつをなんか面白く紹介してくれて、ね、ちょっと一回見てみてよ、みんな面白いから。すごい面白い。オールマイティなんとか、うん、あと最近ロコユンちゃん見てます。もともとニューヨークかどっかに住んでる、ちょっとあの生まれと出身となんとかかんとかがいろいろ違って、アメリカなんとかの、中国なんとかの、日本なんとかみたいな人なんですけど、全部なんとか、そう、なんとか国籍とか出身とか、へえー、そうなんだ。この人面白いみたいな、すっごいね、服が基本的に肌がめっちゃ出てて、ちょっと可愛い、すごい出てる、すごい可愛い、出てる。服もちょっとこの人も見てます。またプロレスの切り抜き見てます。でもそう、そうなるよね。動物系はやっぱのインスタグラムでこう短いショート動画みたいなとかさ、うん、結構流れてくるからそれ見て、はぁ、人んちの子かわいい、人んちの子みんなかわいい子見えてきちゃった。自分ちの子がかわいいから。あと料理系ですかね。料理めっちゃ見てない、すごくめっちゃ見てるよ、すごい。めっちゃ見てる。私のなんかバロラントジャパン、なんかフォートナイト公式めっちゃ公式見てる公式ね。フォートナイト、ね、フォートナイトのなんかストーリーみたいなのもある、うん、あの世界って、うん、それをなんか解説してるなんかタクマンっていう人がいるんだけど、その人の解説めっちゃ分かりやすくて好き。あとはなんか直木マンションっていう、うん、なんか何この人
都市伝説、都市伝説とか、うん、なんかそういう、そういう系か、そう、そういう系を。でも、いろいろ見てるな、言われたら。見てる。そう、なんか来年この日に何かが起こる、はいはいはい、なぜ、ね、みたいな感じのやつとか見たりする。名前、ちょっと出てこないんだけど、女の人で、なんかね、物理学者の、なんか大学教授の人のショートとか見てる。おぉすごい面白い。でも、かつ、ショートめっちゃ見る。ショートめっちゃ見る。わかりやすく話してくれてる。東大生のやつ見る。なんだっけ、クイズノック。あ、それ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 。なんかあの人、あの中にいるさ、理系の人、ちょっと名前ちょっとわかんないんだけど、理系の人の考えがめっちゃおもろくて、なんか私から見たら、あ、頭がどうしてそんな風になってるのみたいな、わかんないの私も、理系の思考が。そうそうそう、うん、なんかすっごい面白い。いろいろ見てます。それで時間潰してるもん、うん、ということでそろそろお時間です。いや、スリープランボリューム5いかがでしたか。どうかということでお時間です。はい、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントなどよろしくお願いします。お相手は内山ゆりなと森谷京香と飯塚真由でした。バイバーイ。